私は今 JR 関西本線の大和支線で奈良から京都の鴨に向かう列車に乗っています。この路線が開通したのは明治の40年頃、今からおよそ110年も昔の話です。しかしこの路線が開通する9年前に同じ奈良から京都の鴨まで走っていたという別の路線があったのをご存知でしょうか。それは奈良の東大寺の近くの法蓮という町にあった大仏駅を通る路線で、正式名は関西鉄道の大仏線、俗に大仏鉄道と呼ばれた路線でした。翌年5月には奈良駅まで開通させましたが、大仏鉄道は鴨から奈良までの最短距離を取ったためにかなりの丘陵地を切り開いての難工事の末、ようやく鉄道を敷いたようです。駅ができた頃は東大寺の大仏参詣のお客さんで大変にぎわったそうです。しかしそんなに人気のあった大仏鉄道はなぜか9年後には廃止されています。そしてこのような10キロメートルに満たまない短い路線でたった9年で廃線となった鉄道が110年も過ぎた今なお鉄道マニアだけでなくて多くの人の興味を呼んで大仏鉄道跡の遺構巡りが盛んに行われているのか、今日はその謎に迫ってみたいと思います。今通っているのは加瀬山トンネルで、このトンネルを越えるとやがて京都の鴨駅に着きます。ご乗車ありがとうございました。まもなく鴨終点です。お出口は右側に変わります。一番乗り場に到着をいたします。江戸の方手を離してください。関西線の笠木右側上の小杉方面におっしゃるお客様の乗り場です。JR 鴨駅の西口正面にやってきました。今日は秋晴れの良いお天気です。ではこれから大仏鉄道が残した線路跡や遺構を歩いてみましょう。まず最初にやってきたのは鴨駅の東口の広場です。ここは平成19年に木津川市誕生を記念して作られたもので、大正3年頃に製造された蒸気機関車の動輪やレール、枕木などが設置されています。この鴨駅がいかに鉄道と深い関わりを持ってきたかを改めて知ることができます。鴨駅から2km ほど南に歩いて観音寺というところにやってきました。ここには100年以上前に作られた2つの観音寺兄弟が並んで残っています。兄弟というのは川や道路の上に鉄道や道路を渡すための土台となるものです。なかなか立派な苔が生えてますね。苔が生えてます。向こう側へ回ってみましょうかね。向こうから見たらそうですよね。
この感じすごくいいですよね、うん、手前が JR の大和路線の線路ですね。向こう側が大仏鉄道の鉄橋台ですね。先ほどの観音寺橋台から少し南へ歩いたところにもう一つ小さな橋台がありました。ちなみに大仏のこれにあります線路が現在 JR の大和路線の鉄道が走っています。ここまで本そこまでは並行して走っていたようですね。今私が歩いている道路が大仏鉄道の線路跡です。これより道は上り坂になっていきます。今やちょっとした大仏鉄道人気でこうした遺構巡りの人たちによく出会います。した上高で健康な石積みが美しい橋台なんですね。井戸にかかる石橋を渡り藪の向こうを覗くと旧関西本線が走っていた路線跡が谷底に見える。ではちょっと行ってみましょうかね。ここへ、って言ってもちょっとこれは川渡れませんね、うん、加瀬山隧道の少し南に入ったところはこうした小高い丘となっていて大仏鉄道の線路跡はこの藪の中です。先ほど通った JR 大和路線の加瀬山トンネルはこの藪の奥の谷の下を通っていて残念ながら見に行くことはできませんでした。もう少し先に進むことにしました。広い場所にやってきました。ここにも今年7月にできたばかりという大仏鉄道公園がありました、うん、ここにですね大仏鉄道の赤橋と梶ヶ谷追道という2つの遺構があるようです。これからそしたら見に行きましょう。それじゃあ行ってみましょう。この道は何でもない農道ですが実は大仏鉄道の線路跡です。この先へと続く農道の下にはこれから向かう赤橋と梶ヶ谷隧道の2つの遺構があります。そしたらそちらへ行ってみましょう。なかなか風情のあるいい道ですね、うんうん、この赤橋のレンガの積み方はレンガの長い方と短い方を交互に1列ずつ積んでいくイギリス方式だそうです。この赤橋の北側にはもう一つの梶ヶ谷隧道が作られていました。どちらも農道と水路を確保しながら鉄道を走らせるために作られたものです。下はこの地元で採れた三陰石、上はレンガを積んでますね。ここに自動車が通っていきます。この鉄道、この隧道の向こうは何なんでしょうね。行ってみましょう。
なかなか素晴らしい。大仏鉄道の線路が走っていたところに上がってきました。ここを見てください。これが大仏鉄道の線路です。この上を、まあ、今現在農道となっていますが、ここをちょっと歩いてみましょう。本当にね、ここ110年あまり前までですね、このここは線路、大仏鉄道が走っていたと思われませんね。この近くの方でも多分ご存じないんじゃないでしょうかね。それではこれからですね、しばらく奈良の方に歩いて行ってみたいと思います。その線路跡に何かモニュメントのようなものがありました。これは昔 の大仏鉄道を開発しました関西鉄道っていうのがあるんですが、それの会社のマークだそうです。これは奈良にあります黒神山のトンネルの奈良川の入り口のトンネルのところに付いてたやつの、これのモニュメントらしいです。なんか見るとまだ10月、今年の10月にこれが作られただけらしいです。では、この下に、これは松谷川随道というのがあるらしいですね。そちらへ行ってみましょう。向こうは住宅地になってるんで、もう閉ざされてますね、コンクリートでね。これ、木を渡して、上は人が通り、下が人間通るので、うん、44号線を京都府側から奈良県側に越えたところまでやってきました。ここにも大仏鉄道移行の案内が出ているということは、この下にも随道があるということなので降りてみることにしました。44号線の下には鹿川流れていますが、その横にあったのは立派な随道です。車で走っている時には気がつきませんでしたね。さらに44号線を奈良方面に進むと、かなりの勾配の上り坂になっています。ここは昔大仏鉄道の黒神山トンネルがあったところです。奈良でも最も高いところにある橋だそうです。昔からこの黒神山の上には生活道路があったために、この橋を先に作ってからトンネルを壊して道路を拡張して、この県道44号線となったようです。ようやく佐保川のあたりまで戻ってきました。日が西に沈む頃、私は佐保川のほとりの大仏鉄道公園である人と出会う約束をしていました。今日はですね、朝からですね、鴨駅から、ずっと歩きまして、約今日は15キロ歩きましたね。それで110年ほど前に走っていた、大仏鉄道のですね、線路跡とか、こうとかをいろいろ見てきたわけなんですが、どうしてもこの疑問に残るのは、大仏鉄道がどうして9年で廃線になったのかとか、研究されている NPO の
大仏鉄道研究会の高橋さんに今日は来ていただいてますので、明治31年の4月に加茂からの奈良まで大仏鉄道が走りまして、ここに大仏駅という駅がございました。ここはね、この佐保川から一条通りにかけて、はい、ホームは階段10段ぐらい上がって上にございました。だからここも結構高い鉄橋でもって渡ってるというようなことです。その写真ないですか？その写真はね、もうないんですよ。で、推定、想像図、この大仏駅のね、設計図は残ってますんで、まあ、それを元にしてね、この辺りはこんな大仏駅はこんな風景だったろっていうものはございまして、9年で廃線になったとかいうことなんですが、はい、どうしてそんな9年で廃線になってしまったんでしょうね。その理由でございますけれども、加茂から奈良まで黒神山というような山も控えて、結構アップダウンが激しくて、鉄道の勾配ギリギリでこう走っておりまして、まあ、石炭をたくさん消費するとか、それから運転が難しいというような理由がございまして、でその後木津経由の平坦なルートができた結果、こちらの線が、わずか九電化という短い時間でございましたけれども、廃線になってしまった、まあ、そういうことが起きています。でその後鉄道の国有化等もございまして、国鉄に吸収されるというようなことが、その廃線になったことです。赤い列車 SL 走ってましたね、はい、赤い SL、あれはどこへ行ったか分かりませんか？深紅の赤い列車が走っとったというようなこともございますけれども、その後国鉄に吸収されてから、列車の番号も変わって、その赤い列車の行方はちょっと定かではありません、はい、この大仏駅に木回り線ってのがあったんですよ。機関車をね、その木回り線を使い、予備の 線を使ってね、まあ、バックしてこうまたくっつくんですね、向こうも。でバックしながら加茂に帰った時代が1年から、で奈良に開通してからは、奈良駅に転車台がありますからね、向きを変えて戻れたんですけどね。だからバックでもってこの河野池のね、あるいは黒神山の勾配を登っておったとかね、運転手さんも大変だったんじゃないかなと思っております。昔ね、はい、同じような SL 走ってましてね、はい、ちょっと坂がこう勾配が急なんですよ。そしたら途中で止まってしまって、はい、動かなくなるんで、はい、男子だけ降りてくれと、はい、男だけね、はい、で後ろ押した教育があるんです。僕はちっちゃい時にあるんです。そんなのはこちらではそんな話ないんですか？同じような話が残ってましたね。この法連町というところでね、当番を作ってね、押し係をやったっていう話が伝わってるんですよ。ところがね、現場の勾配と足場とをね、推測してみますとね、そういうことはありえないんじゃないかと、うん、まあ、止まってしまったってことはよくあるんじゃないか、ここでもね。ただあんな何トンもあるようなね、10トンもあるような、ね、とてもね、押すってことはちょっとありえないんですけどね、まあそんな話もね残っております、まあ、よく止まってしまったということは事実じゃないと思うんですけど、ね、高橋さんどうもありがとうございました。今日一日大仏鉄道の線路跡を歩いて感じたのは、険しい山の中を切り開いて苦労して作られた大仏鉄道がわずか9年で廃線に至った理由が、険しい坂道であったという儚さにたくさんの人の郷愁を呼ぶのではないかと思いました。